前さ、クラスの女子だと誰が一番可愛いと思う？天草は？それ遠回しに天草が美形って言ってんの？は？違うし、は？変化球すぎ。すみません、いちかナイス。タマル君、さっきはごめん。おでこ大丈夫？ああ平気。俺原作全部持ってるけど。すごい、結構関数あるよね。はい。もしもし、いちかさん今外ですか？そうですけど。もしかしてお一人で帰宅中ですか？もうそこにいてください。5分以内に行きますので。ちょっと、もしもし、本当に来た？しかも走ってきたんですか？はい、全速力で来ました。あ、有馬？あ、タマル君？天草のお兄さんですよね。俺のこと知ってるの？読みたいと思ってたんだ。前のがちょうどいいところで終わってたからさ。さあ、いちかさん行きましょう。じゃあ遠回りして帰りましょうか。嫌ですよ。ありがとうございます。毎日拝みます。どうしよう、どこに祀ろうか。いちかさんの苦手分野をいつでも教えられるように。もう記憶力良すぎですよ。嬉しい。うわ、テスト前なのにどうしよう。読み出したら止まらないかも。リオのお兄さんが私が階段から落ちそうになったのを助けてくれただけで。有馬ってそんな風に大声出すんだ、意外。っていうか、そっか、そうだよね、その可能性もあるんだ。リオ、ここってどうとくんだっけ？いいちかさん、そこはこの定理を使ってですね。リオさんには聞いてません。もしもし、もしかして今密室に二人きり。いちかさんはタマル君のことどう思いますか？まあかっこいいんじゃないですかね。へえ。なんか有馬のことをからかってるように見えたから。なんでいつもそういうことばっかり言うんですか？でもいちかさんへの気持ちは自分でもバカみたいと思うくらい真剣ですよ。お兄ちゃん様子ちょっと変だったけど、なんかあったの？え、あ、はい。じゃあおやすみなさい。はい、もしもし。あ、マスター、お前フォトショー使えるよな？頼みがあるんだけど。一緒に出かける予定だったいちかが風邪で熱出しちゃったみたいでさ。え？リオに悪いことしちゃったな。本当にいいのね？いいってば。っていうか、なんでこの二人名前で呼び合ってるの？ごめんなさいね。はい、いえ、とんでもない。大丈夫ですけど、リオから聞いたんですか？はい、一応いろいろ買ってきたんですが。じゃあゼリーもらってもいいですか？もちろん、どうぞ。食欲があるんですね、よかった。熱もそんな高くないし、あとは咳だけですから。これはリオからテスト範囲を聞いて、いちかさん専用の参考書を作ったんです。どうしました？すみません、笑って。俺全然気にしてませんよ。でもヨウさんにあんな顔させたのは事実だから。だから、いちかさん風邪ひきバージョンの写真撮ってもいいですか？バカが出るとでも思いました。謝ってくれてありがとうございます。リオさんの作ってくれた参考書中心に勉強した結果だから、なんかこう、なんか。いや、この前までちょっと元気なさそうでしたけど、なんだか元気になったなと思って。